Hello, this is Yoshi. Welcome back to my channel. Today, I'm here at the Harajuku famous vintage store, Belbergine. We are talking about new denim jacket book with Yutaka-san. お願いします。ゆたかさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。前回の本、501XX ですね、はい。最初5年ぐらい前ですか。そうです、5年半ぐらいですかね。ようやくジャケットが。ね、ジャケットが。このね、501の本を作る構想出た時から、この本が出来上がるまでも2年かかったんですけど、まあその次に、やっぱりこの次は、まあまずは、ね、リーバイスのやっぱり一番代表作。で、その次、僕ちょっと個人的にも、ジージャンすごく好きなので、これを今度まとめる本をやりたいっていうのはもともと思ってました。発売はもうちょっと先なんですけども、はい、表紙だけ、はい、今できてるんですよね。そうですね、今ねちょっとこれはまさにの501の後ろにこれ前に貼っただけなんですけどちょっと紙を、はいはい、こういう形でね、いいですね。タイトルが、タイトルが、はい、リーバイスヴィンテージデニムジャケットタイプ1、タイプ2、タイプ3です。なるほど、はい、前回はね、501XX のみだったんですけど、今回もリーバイスといえばタイプ1、ファースト、僕今日着てますけどセカンド、サード、一応3種類あります。これをやっぱ歴史的に順番に載せたという形なので、リーバイスと入れさせてくださいとお願いをして、今回このタイトル名をいただきました。この501の時もあのリーバイスサンフランシスコの、アーカイブ館長、当時リン・ダウニーさんですね、はい、リンさんの名前も載ってます、はい、リーバイ・ストラウス、リン・ダウニーさんですね、はいはい、今回はあの館長が変わりまして、今はトレーシーさん、アーカイブの館長にいろいろお願いをして、今回も、中のチェックと、あとはまあ英語のチェックっていうのを全部やっていただきました。今回一番大変だったのがG ジャンに関してリーバイスのファーストと言われている 506WX の古い1800年代後半、1900年代初頭とかっていう、その900年代前半の頃のファーストっていうのが全然出てこないんです。逆にだから古着で、あの古着屋としてお店も持ってないですし、個人のコレクターの人で所有してる人もすごく少なくて、その最初のジャケットを探すのにまずは苦労しました。それあのどうやって探すんですか、人にどんどん聞いていくとか。もうコレクターの方っていうのがいらっしゃいまして、まあ、そこの方にコンタクトを取ったら、実は私持っていますっていう方が出てきて、はい、やはりこう今回もあのいろんな方にちょっとお借りする形にはなったんですけど、まあ、その中でその古いのが出てきたというのはやっぱりさすが日本だなと、日本のコレクターはやっぱすごいなっていうのが改めて思ったことと、これが出てきたらその後にまたこんなのが出てきたっていう、やっぱりこう物がどん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 集まってきた時に、これをまた200ページにまとめ込むのにちょっとどこを削ろうとか、まあ、そういったのをね、あの僕パートナーの水戸にあるスマイリーの川端君と一緒にもう僕パートナーでやってるんで、やらせていただいてるんですけど、彼といろいろ話して、まあ、そこの作業が意外と大変だったなっていうのは。でその中のいくつかがここにも実はまだある、うん、そうですね。あのちなみに僕は今日着てるのも、はいはい、いわゆるオンブックです。まあここの最近よくねみんながここが2本になっているステッチ、ハギっていうハギって言うんですけど、これは42以上のサイズ。あ、そこででかくしてるってこと。でかくしてる。幅を取る。これはファーストです。ちなみにこれもオンブック。これもオンブック。はい、ファーストでこれ何年ぐらいのやつですか。これがブランケット付き。なるほど。ブランケット付きなので。はい、506WX ではなくて 519WX、はい、519WX、これが大きいサイズ、サイズが48以上のサイズは背中がセパレート、こう見て後ろが T っていう文字に見えるのが、まあ、僕が昔から言ってるんですけど T バックっていうことで、はい、今この T バックが日本の市場でもうとんでもないのよね。いや最近やっぱり豊さんのおかげで名前すごい聞きますもん、ね、ティーバッグからブランケット付きだからこそこういうふうにね、まあ、蜂の巣ってジーンズと同じなんですけど、腕にもこういうのが出るって、これがねブランケット付いてるんですけど、これすごく綺麗に色落ちてる、はいはいはい、
これは僕よく言うんですけど、これは同じプラグついてないんです、はい、だけどこれだけ激しい色落ちしてるってことは、多分寒い地域でこの中にセーターとかを着てそれで働いてたんじゃないかな。なるほど。じゃないとこの線ってつかないんですよ、ここは緩いから。でもブランケット付きだとここが中身が厚いから、こういう風に色落ちが綺麗に出るのが多いんです、はい、これがまた僕のこれ私物です、はいはい、よく見ていただくとすごく大きいです、はい、でかい。セカンドのティーバッグもそうです、はい、これは今僕がこのジージャン今回集めたり、いろいろあのコレクターの人に聞いたりして、今日本で発見されてるセカンドとしてのティーバッグは僕は今4枚しかないと思います、うん、もしかしたらコレクターの人も他に持ってる人はいらっしゃると思うんですけど、今日本で日本中で発見されてる僕の知ってる限りは自分のこれとあと他に3着あるっていうのは分かってて、もうその4着しか今は知られてないぐらい数が少ないです、はい、でこちらはさっきのがこれが48 50っていうのがあるんですけど、52からティーバッグ、セカンドは、セカンドは、はい、さっきのファーストは、ファーストは46から変わって、この年代、これがさっき言った50年代、バックルがスライド式、はい、スライド式、このバックルになったのが約1950年代あたりから、このバックルになったからは48からティーバック、それ以前は40サイズ46からティーバック。生地の、生地幅あるじゃないですか、うん、昔の方が僕は細いイメージなんですけど、うん、時代が新しくなれば生地幅が広くなって、うん、でそれに応じて T になるサイズもでかくなってるってことです、うん、それでいいんですか。セカンドに、でもセカンドは最初からここの横で取ってたから、はい、この両サイズで取ってるから T になるまではサイズ50までは別に T にしなくてもよかった、横で対応できると、できると。さっきこれ48は横はぎ、はい、これセカンドです、セカンドです。これもオンブックです、はい、はい、こちらよく見ていただくと、はい、サイズ50です。50、はい、はい、50はティーバッグじゃないです、はい、これはもうカーパッチにこうです、50って書いてあるから証明なんです。そういうことか、50はティーバッグじゃない、ということはこれは52以上のサイズで、僕が測ったらこれは54507WXEEE ってトリプル E って言った、もう完全エクストラのオーダーサイズですね。こうやって一個一個出てきたら答え合わせをしていくってことなんですね。そういうことです。多分ヴィンテージ好きな人ってすごく古いものがお好きな方が多いと思うんです、はい、もちろん 501WX だったら1930年代以前とか、今回のジャケットの本に関しては古いものももちろんすごく珍しいっていうのはあったんですけど、今回逆にタイプ2、このセカンドで僕らが見たことがないのが2着3着出てきてしまったので、どちらかというとセカンドの方が今回は面白いんじゃないか。多分世の中の人が見た、ヴィンテージ好きな人が見たことがないセカンドが多分2着出てくると思うんで、セカンドかなっていう。なるほど、うん、驚きが出てきた、ね、出てきましたね実際の発売日ですね、はい、これまだサンプルで貼ってるだけですけど、紙をね貼ってるだけなんですけども、はい、実際表紙はもうこれになります、はい、発売日がですね2020年10月の10日に決まりました。海外の方のに、この本を、任せているのはもうよしに任せてますので、ぜひ皆さんお願いします。ありがとうございます。So I'm gonna put down the details down below, so please check my online. You can buy the Levi's 51 book, also jacket book as well. You can make a pre-order, and then we're gonna ship out after 10th October soon. Please check it out. Thank you.